ははいい、えー、こんにちは野球グモチャンネル第2回でございます、えー、今日はですね、えー、と野球グモを新しくするということで、まあ、若い編集ライターの方を見つけましてですねこの方もまあえらっくい野球が好きな方なんでちょうどいいかなとただ私と違ってもうちょっとかなり若いので、まあ、そういう方がどのような形で野球グモに参加するかということをですね 今回ちょっと話していければなと思ってます、えー、ではご紹介いたしますエンジャクさんですどうぞ皆さんこんにちはエンジャクと申しますあのー、エンジャク伊豆くんぞ広告の志を知らんやっていうことわざございますけどそのエンジャクですつばみにスズメと書いてエンジャクもちろんヤクルトスワローズファンです<ー>、まあ、バブルの終わりに産声を上げて まあ、平成7年ぐらいから野球を見始めたただいまピチピチの20代でございますピピピピチ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 の20代の割には渋い僕より渋い声を出して,やって、ね、ありがとうございます <laughs>、まあ、あのヤクルトファンということで、えー、ちなみにいつ頃からいやもう本当に平成7年あその時からもう、ねあのー、やっぱり私東京で生まれて、まあ、周り巨人ファン<う>やっぱり多いですけども、ね、当時はまだ 平成7年って、うん、優勝チームどこだご存知ですかセ・リーグ何年1900何年95年ですね95年って俺ね平成だと分かんないんだよね,ねヤクルトスワローズなんですよ知ってたよそのチームさあ,あ<れ>97年それで野村監督の時もうずっとですよね 90年代ほとんど、ねはい、池山とかだから僕はあの真っ青な、うん、あのヤクルトスワローズの,あの東京ドームの試合で真っ青なユニフォームを着たヤクルトスワローズが読売ジャイアンツをボコボコにするっていうのをテレビで見始めて強い方がいいじゃないですかあまあね子供の時はね長嶋、ね、監督その時読売ジャイアンツ長嶋監督いつもへこんだ顔してね試合終わるとベンチに引っ込んでいくと、はい、ベンチに奥に引っ込んでいくと、うん、でノムさんは 勢い、ね、よいじゃないんですよね、あの感じで、ね、そうみんなとハイタッチしてうん、うん、っていうところを見たら、それはヤクるとこになりますよねなるほどね。じゃあやっぱり、だけど、あれだよね、そのエンジャクさんが見てた選手も野球殿堂入りとか、そろそろ古田が入ったりとか、うん、そうですね、やっぱりそうするともう、もうね、ほとんど、ほとんどというか、現役は、あの頃マックスの力があった人たち、現役は。 引退してるんで、まあこれからどんどん歴史になっちゃうんだなと思いつつどうですかその野球雲で野、まあ、村監督の時代の野球を野球雲でやるのにはあと30年ぐらいやんないと出てこないかもしれないけど、うん、スワローズの歴史とかはどうなるあの歴史的に見ると、まあ、もちろん後付けの知識ですけど<う>ヤクルトってめちゃめちゃ弱い。 そうなんだよね今までの通算成績が難勝難敗っていうのは<ー>球団創設からはい、はい、ずっと国鉄サロルズのとから蓄積している、まあ、通算成績ありますけどすげえ負け越してるじゃないですか。まあねもうボロボロ、本当に78年、まあ、だから昭和53年ですか広岡監督の初優勝まで、はい、本当に、なんだこの成績はっていうねやっとここでっていうところから。 90だから私はヤクルトファンになったって本当たまたまで90年代強くなったからファンになったけどあの70年代までのヤクルトがずっと、まあ、国鉄が、うん、<laughs> そのまま継承されてたら、うん、いやファンいねえよなっていうぐらいのねそれで逆に言うとね。 国鉄スワローズって結構、アンチ巨人の人にはやっぱり金田投手がいたりねちょっといいホームランバッターがいたりしたんでそれなりにね人気あったんだから今、スワローズというと傘を使った応援がすごくやっぱり有名ですけどあの傘もやっぱりね巨人のような金持ちじゃなくてその辺の身の回りのものを応援のグッズに使わざるを得ないような貧しさ、うん。うん 弱さっていうのがやっぱ現れてあ、まあいうふうに始まったっていう経緯もありますんでまあそれはアンチですよねいわゆるそういう,ふうに本当に金持ち球団、うん、本当ファンの多い球団に対するアンチテーゼがやっぱりありますよ逆にその野球の歴史をね例えばスワローズの歴史を知るって弱さを知ったわけじゃないですか。はい、ということはその野球の楽しみ方っていうのも。うん 逆に強いだけじゃなくて、うん、そういうことを知ることで深さというかそうかそですねヤクルトファンの方には記憶に新しいと思うんですけれども、まあ、私も90年代強い時代にファンになりましたが一昨年、はい、2017年という年は<ー>全国のヤクルトファンが全国3000万人のヤクルトファンが涙を。 流し涙を枯らし呆れ果てぼ然としたという年でございまして96敗というまあ素晴らしい負け方だよね、えーまあ、これをお聞きの皆さんはご存知だと思いますけど野球って143試合しかないんですよね93 96敗、うんうん、96回負けてるってことはまあ大概負けてると、うん、勝率が3割そこそこの打率ぐらいなんですよ勝率が秋山が首位打者だった 年ですからまあ中打者より打率が勝率がちょっと高いか低いかぐらいの、うん、そんな、まあ、弱さを身をもって体感して、うん、貴重だよねだからまあそこでなんか歴史の重みというのをまた身をもって皆さん体感したんじゃないかなというやっぱりそういうのも含めて野球だから、うんうん、僕らがねこれからャクさんが参加してくれる野球部もっていうのは、うんうん、ええー そこういうところも含めて野球のその負けたことの悔しさの中にどう野球を楽しむかっていうものを見つけていくっていうことも強さ、弱さ単にまあなんか白か黒かだけでないもっとなんかこうその間にあるような,ないろんな思惑があったんだろうなとかもちろんそのプロ野球の歴史がここまであるわけですから。 歴史的経緯っていうのを紐解いていくっていうのはこれから野球を見る上でちょっと意気深いんじゃないのと思いましてやっぱり関口さん誘われて野球部も参加したというありがたいねやっぱりそういうアプローチからね見てくれる人をこれからも野球グものね、あのー、感じ見て聞いて感じてくれるといいなと思いますが、うんうん、まああのー、前回1回目ではその。えー バックナンバーの紹介を軽くしたんですが、はい、まあ1号から10号までいろいろとありますが円尺、えええー、さんまだあんまりそんなに見てないと思うんですが。絶版があるっていう風に聞いてるんですね。まあ1号創刊号から、まあ、5号、うん、6号もちょっと危ういんですが、ええ、5号まではちょっともうかなり我々も入手がなかなか難しい状況になってきまして、うん、まあそれもいつかね、うん、ちょっとまあ 復活というか、うん、ちょっとデジタルリマスター版じゃないですけどそうですねちょっとそういうのもやれればね、うん、いいなと思ってます,よそうです、ね、やっぱりまあファンとしては、はい、あの金ンが、うん、金田投手が表紙の第何号ですか8号です、ね、第8号鉄道と野球これはやっぱりちょっと表紙あれはよかったのよ <laughs> あの表紙はね あのカネヤンの、まあ、会社の金田企画さんがね、うん、いい写真を、ね、提供していただいて、その写真じゃなくて、あえてイラストにしたところが、憎、うん、い、憎いですね、憎いと思いまして、うんうんまあ、あれは結構好評なイラストの一つでしたね、まあ、あの元気なおじいさんももう85ぐらいですけど、うん、国鉄スワローズがなくなって、まあ、ヤクルト、まあ、ちょっとサンケイアトームズとかいろいろありまして、ヤクルトスワローズになって。 今、まあ、わしがいた国鉄スワローズはもうないということで、えー、OB の気分でいないんですよね彼は。いやだけどね僕一度ね、はあ、実は名古屋にね行って仕事の帰りね、はあ、もう全部満席で、はあ、仕方なく泣く泣くグリーン車に乗ったんですよ帰るはい、はい、そしたらね二つ前の席にカネアンがいたんですよ。<laughs> これ見よがしですねタイカップ自伝というね。<laughs> 1910年代の野球選手の方を見てたらねカネヤンから声かけられまして、ね、<ー>タイカップ面白いかって <laughs> 面白いです <laughs> みたいな感じでね言ったらそうかってずいぶん褒められました <laughs> なんかそれが僕にとってねカネヤンのファーストコンタクトで今のところ最後なんですけどねグリーシャでタイ地点読むとどうも若です今日もいます。<laughs> まあね、そうね。だそういう意味じゃねカネヤンっていうのはまだ濃 JR の中でもいますよ、存在感は。そうですよね、まあ、グリーン車にいるわけですけど、ね、<う>やっぱり国鉄なんですよね、でも、カネアンだけじゃないと、あの号は、うん、でもなんか国鉄スワローズの,あのちょっと、まあ、今で言えば知名度はちょっと一段落ちるとしても、名選手がインタビューをしているいう、うん、あれはね、町田幸彦さんっていうね、えーあの初、初期の頃のホームランバッターですよ。うん で、ホームランも取ってるんですけど、あの方はバカ型で。うん、あの、確か甲子園球場のセカンドベースの後ろから。キャッチャーの奥の銀さんまでノーバウンドで。ああ。あの、何年か前に認定した中日のあの秀則。あ選手みたいな、ねあ。それに近い感じです、ねうん、すごい強健な選手だ、ね。そう、うん。とんでもないですね。えー、だからね、逆に言うと、そういう選手のインタビューや。うん すごく町田さんは本当にその時にインタビューしたときに本当に素晴らしい人格者で本当にいろんなことを話していただいてやっぱりこういうのを野球部モでやれた時の幸せというかそれを皆さんに紹介できるというのが本当に良かったです、ね、そうですすねねそうよやっぱり意義としてやっぱそういう今でこそあんまり知られてない名選手の特集ができたりっていうのがこの野球部もの。 魅力なななんじゃいいかなっていうのはやっぱり思いますねそういうところがねやっぱり少しずつでもやれるように、うんはい、ちょっとほんとね延尺、あのー、さんの力も借りながら、うん、ちょっと少しずつ野球部もそして和歌も、あのー、後ろの方でグイグイグイ押してくれると思いますのでねちょっとそれをまあ含めてね野球部もちょっとまだどうなるか。うん 不安ですけど決まってません、うんまあ,あの、最弱のチームっていうのをねもう一回特集すればおそらく、まあ、2017年のヤクルトスワローズを入れてもいい時代がいずれ来るだろうなと思いつつ平成のね最弱チームっていうのも平成は一回やりたいですね,でですね私もやっぱり平成の最初から見られてるわけじゃないんで野球を平成元年の野球は知らないし、ね。そうか、うん 平成3年の野球も分かんないし、うん、やっぱり平成7年からだからその前の野球っていうのをちょっと知ってみたいもっと体感体感はできないけど実感したいよなっていうは実は私もさっき言ったように平成の野球が実は、うん、あの思ったより詳しくないというのが分かりましたんで大正時代とか昭和とかなんでその辺はよく調べたんですけど <laughs> <laughs> やっぱ逆にねもう平成が終わるという時だからこそ。うん ちょっとじっくりその辺をやってみたいと思いますので形勢に詳しくない人間たちが作る野球だし <laughs>、うん、いやこれだから調べていくのが面白いね<ー>うんまだ一応データが、ね、あるからきちっとしてるから野球雲にね今までこう参加していただいたライターさんや記録担当者の方も協力はしてくれるということなので、ええ、ちょっと皆さんお楽しみにしておいていただければと思いますのでで,す、ねはい、では今日はこんな感じで、はい。 えー、ごお相手は関口浩二とええー、エンジェクト。バカです。どうもありがとうございました。したチャンネル登録の方、お願いします。さようなら。さようなら。